皆さんこんにちは、マックス村です。使ってる端末は iPhone、使ってるイヤホンは AirPods Pro、持ち歩いている端末は iPad、もう私の生活の中にですね、Apple の製品っていうのはもう本当に、満ちていて、で、かつ重要なところをね、占めてるんですけれども、この Apple のロゴマークに隠された意味というのをね、今日は話したいと思います。このリンゴがかじられたこのデザインですけれども、おそらく世界でも何番目ぐらいに見られてるデザインなんでしょうね。トップ10には確実に入ってると思うんですけど、おそらくまあ、ベスト3にも入ってるんじゃないですか、このロゴ。で、なんでこうやってかじられてんのとか、みたいな話です。行きましょう。参ります。このリンゴマーク、かじられてる理由として、いろんな話、諸説ございます。順番に紹介しますよ。1個目。このかじられてるというマークは、現在を、人の現在を示している。旧約聖書ですね。旧約聖書のアダムとイブが、最初にこう、リンゴを食べて、で、蛇が美味しいよとかってそそのかして、リンゴを食べて、それで神様がね、怒って地上に追放した。それが人間のスタートみたいな話があったりするじゃないですか。これから、来てるっていう説。一つ目。二つ目。コンピューター科学者、アラン・チューリングさんという方がいるんですけれども、彼が死んだ時に、そばにかじりかけのリンゴが落ちていた。そのかじりかけのリンゴをモチーフとして、このかじったリンゴの、ロゴマークができた。これが二つ目。で、三つ目。かじる。バイト。で、パソコンとかで言う容量。何メガですよとか何ギガ容量ありますよとかってあるじゃないですか。あの容量がバイト。このかじると容量、このバイトバイトをかけて、ロゴをかじった。バイトにした。っていう説。ちなみに、このロゴがデザインされた時のアップルのスローガン、会社としてのコーポレートメッセージっていうのはこちらです。バイトイントゥーオンアップル。これが当時のスローガン。から来てるこのかじったロゴマーク。ってのが3つ目。4つ目。かけた部分がある。ってことは完璧ではないということだと。完成させていこうという思いを込めて作られたロゴデザインってのがこれだ。これが4つ目。だいたいこのリンゴのロゴマークに対して、なんだ、隠された意味というかね、そのストーリーですね。物語はこういう4つぐらいがまあ主要な、よく言われてる話です。で、ただ、このロゴマークをデザインした本人、デザイナーさん、ロブ・ジャノフ氏。彼が、元々デザインをした人なんですけれども、時期としてはですね、1976年、スティーブ・ジョブズから直接依頼を受けてデザインをされたということなんですが、このジャノフ氏が、デザインを作って持ってった時に、そのジョブズといえば、もうすごい、こだわりだったりとか、追求をするみたいなところで、怖いイメージの方が多いじゃないですか。世の中一般的に出てるエピソードってのは。にもかかわらず、あのジョブズさんにもかかわらず、すんなり採用されたっていうのが、この、最初に1976年の段階で、レインボーに彩られた、このリンゴのかじられた、このマークっていうのがすんなり採用されたっていうのが最初らしいんです。で、このジャノフ氏は、どうだったと。その、このロゴをデザインした理由とか意味っていうのが何だったのかっていうのを本人がインタビューで答えています。で、答えてる内容っていうのは、もうすごく面白くてですね。これら4つの案。全部違いますと本人はっきり否定。じゃあ、何なんと。このリンゴのロゴマーク何なんってなったら、本人はこう言っております。リンゴに見えるシルエットにするために、かじった。で、この元々のかじってない状態のマークだと、サクランボに見えるみたいな話だったらしい。だからリンゴに見えるようにかじったんだよ、つって。で、プラスもう一個は、当日ってなってるね。これ当時ですね。その1976年当時。コンピューターってのは冷たくて、で、かつネガティブなイメージだった。それを人々が家に持ち帰って、家族みんなで使えるようにっていうフレンドリーさを示すために、このリンゴをデザインとして採用した。まあ、社名もアップルってのもあるんですけれども、まあ、この二つの理由からこのかじりっていう部分ができて、で、完成したっていうことです。で、本人はですね、このロブ・ジャノフ氏はですね、例えばこのいろんな諸説の中で、例えば容量バイトをかけて、かじるとね、容量バイト、それぞれバイトをかけてっていう話とかで言ったら、そもそもこの容量イコールバイトっていうことを知らなかったらしいです。本人は、そもそもが。だからもう、何の話っすかみたいな。ちなみに本人面白くてですね、この、なんだ、デザインについて、受けてるインタビューで発信してる、本人が発してる言葉っていうのは、いやー、これはもう事実ではない様々な物語というものがもう世の中にこう
諸説として出回っていると。で、みんなは、リンゴがこうなってる理由っていうのが、こうじゃないか、こうじゃないかって、それぞれがまあ信じてると。やっぱり広がっていく物語っていうのは、非常に面白いと。面白いからこそ広がるんだよね、みたいな感じで、本人も楽しんでるみたいな感じを私はインタビューからは受けました。ただ実際は、サクランボに見間違われないように、リンゴに見えるようにかじったみたいな話ですと。ただ、やっぱ改めて見てですけど、ごめんなさいね、これ私の手書きの私の手書きの形が非常に歪になってるこのリンゴのロゴマークではあるんですけれども、もう私2008年からだから、アップル、iPhone 3G からだから、このリンゴのデザインをもう何百回何万回見てるのかな、見た中でもやっぱりいいロゴデザインですよね。シンプルだし、私はデザイナーではないですよ。デザイナーではないので、なんか評論みたいなことはできないんですけど、シンプルだし、わかりやすいし、あとはそういうデザインが、こういうデザインが世の中一般に広がるとか評価されるって時に、まあシンプルわかりやすいって、これ重要なことだってよく言われますけれども、もう一個、誰よりも多く、じゃないや、誰よりもじゃないや、そのみんなが、その何よりも多くの頻度で、高い頻度で見ること。そのデザインが広まっていく過程で必要なこと。たくさんの頻度で見ること。だから、アップルっていうのは、その筐体、マシンのね、その端末自体にもロゴマーク当然あるんですけど、起動のたびにとか、本当世界でね、冒頭にトップ3ぐらいに入る頻度で見られてるロゴなんじゃないかなって冒頭に話したと思うんですけれども、やっぱそれだけの回数ね、見たっていうことも含めてやっぱり完成していった。みんなの中でその物語も含めて完成していったこのロゴっていうのは本当に愛おしく、かっこいい、本当素晴らしいデザインだなと思いますね。で、ちなみになんですけれども、ちょっとだけおまけの話、マックス村井ってあるじゃないですか。これマックス村井、私は最近ちょっとこうやって胸についてるタイプとか着てるんですけれども、6年前スタートした時はこの T シャツで、最初はいろんなカラーがあったんですが、赤で一本で行くぞってなってからはもうずっとこれを数年間着てました。で、これはまあロゴデザインの話というかちょっと面白い話なんですけど、実はですね、当初デザインをした時にデザイナーさんが作ったバージョンっていうのは、このマックス村井がもうちょっと胸の真ん中にあったんです。高&トシさんが着てるライオンみたいなぐらいの真ん中にあったんです。で、これ、改めてよく見ていただくとわかるんですけれども、実はちょっと上目なんです。他の T シャツとかでデザイン、ロゴが入っている場合のレイアウトを比較するとですね、このマックス村井ってやつは結構上目に配置されてるんです。で、これなんでかって言ったらですね、私がこう、パズドラとかをやって、最初スタートじゃないですか。机に座って、こうやってスマホでこうやってプレイをするときに、その、バストアップで映るわけですよね。机がこう来るから。カメラに映る中に、このマックス村井という名前が全部映り込むように上に上げた。っていう、物語があったりします。なのでやっぱりシンプルさとか分かりやすさとか、あとは一体どれぐらいの頻度でみんなに見てもらえるのか、みたいなことを考えた、デザインの T シャツだったりするわけです。まあこれは本当参考までにって感じですけどね。はい、そんなわけで本日以上でございます。アップルのロゴマークに隠された意味についてお話しさせていただきました。よかったなと、面白かったなって方は、ぜひとも、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。